函館平野周辺函館平野は、北海道道南地方の北都市から、函館市にかけての函館湾に面した地域に広がる平野。外形は、南側の海岸線およそ 10km を底辺とし、海岸からの奥行きおよそ12から 13km を高さとする三角形に見立てられる。北から東にかけて、亀田半島の赤稜山脈、北から西にかけて、 マサ半島の赤梁山脈、南は函館山と函館湾に囲まれている。大野平野や亀田平野とも呼ばれる。函館平野は、縄文開始以降の海体気に、現在の海岸線付近に砂丘が形成された後、石湖となった高輩地の水面が、大野川などの河川によって供給される土砂の堆積によって陸化し、平野を形成したものと考えられている。 したがって、砂丘を形成した潮流などの作用はあるものの、海岸平野ではなく、中石平野である。ほぼ全域が、冷帯湿潤気候に属する北海道の中で、函館平野は、津島海流の影響が、津軽海峡にまで及ぶため、冬は、北海道としては、相対的に穏やかで、降雪もさほど多くない。また、函館周辺は、北海道の中では、 生物分布において本州的要素の最も濃厚な地域とされ、植物は種の数にして約75%が本州北部との共通種であると指摘されている。北海道の中では本州に比較的近い気候条件があることから、函館平野では江戸時代から本州同様の農業の導入が取り組まれた。函館平野の中央に位置する現在の北都市の一部、 旧王野町は、北海道で最初に米作が行われた場所とされ、元禄時代から米作が行われたとされている。北都市では、現在、農地のほぼ半分が水田となっている。ありがとうございます。